初めまして、川内俊也と言います。よろしくお願いします。俊也川内という名前でブランドを活動します。私のブランドは、初めから完成形をイメージするのではなく、僕自身が手を動かし実験的な段階から創作をしていくというブランドになります。100人が100回着る服より僕は1人が100回着る服を作りたいと思っていて、すごいターゲットは狭くていいかなと思っているんですね。嗨大家好，我叫做 Sean， 我来自于台湾，然后我是 Sean Long 的设计师，这次代表 Sean Long 来做这次的 presentation。皆さんこんにちは、台湾から参りましたブランド Sean Long の代表のデザイナーです。よろしくお願いいたします。我们的名字叫做 Join。Join 是说在讲 combination 结合这件事情，是正装跟就是休闲这两个做结合。こちらのブランドが2018年に立ち上げました。それでデザインは第一期として2019年の春夏で、その時のテーマが Join です。こうカジュアルな部分とフォーマルな部分を Join とさせるの Join です。飾り合わせるのがこれかわいいな。はい、糸っていうブランドの竹中と伊藤です。よろしくお願いいたします。今はとてもまだ大きな、流行の中にファッションは動いていますが、これからは、個々に小さな流行、小枯らし的なもので SNS などで広がっていっている傾向があって、そういった小枯らし的な中で、他者との差別化、アイデンティティの個別化がこれらの服に求められる要素だと思っていまして、僕たち、ミニマルなものを好む現代人に向けて、私たちが、洋服に込める思いは、ディティールの変化やパターンメイキングで作られたシルエット、人の体の上で成立する造形美、身体のことを考えた服作りを提供しています。その小さい横が動いている感じがあって、でその中で差別化できるように作っていかないといけないなと。ジャケットの袖が結構だけで、ここの外袖を2センチ伸ばしていて、ハンガーにかけた時も、こう普通に立っている時も、カーブをしていて、はい、でこの異性が結構後ろ多いんですけども。안녕하세요。저는한국에서온디자이너양유나입니다。はい、こんにちは。私は韓国から来たデザイナー양유나と申します。저는비건타이거라는브랜드를운영중입니다。저희비건타이거는퍼레터울실크등동물성원모자재를쓰지않고이를대체하는소재로활용해디자인합니다。私はヴィーガンタイガというブランドを運営していまして、ヴィーガンタイガは毛皮、レーザー、ウール、シルクなど動物性の原材料や副材料を使わず、代わりの材料を使用してデザインしています。よろしくお願いいたします。キーチのデザイナーの高梨キーチです。僕のブランドのコンセプトが、私たちが着たい服を着たいように、あえて私たちという表現をしているのは、家族、恋人、友人など人生で出会うさまざまな人と共有し楽しむことをすごく重要視、僕自身していて、そういった思いから、そういう人たちから受けた影響からデザインが生まれたりとか、それをさらにいろんな人にお返ししていきたいっていう思いで、こういったコンセプトを設定しています。
これの裏地はこいつってことですか、はい、あ、そうです。あ、そういうことですか、うん。Good morning, everyone. I'm Sharifa Anegwalakun. I'm a designer from Sharifa brand. こんにちは、私はシャリサと申します。今日はシャリサ、私のブランドシャリサについてお話しさせていただきたいと思います。The story all lies between reality and the imagination. The reality seen in the movie is more depressed.この部分の作品というのは、非常に厳しい現実と美しい想像力というものを組み合わせた作品なんですけれども、その厳しい現実から、浮き上がり人生を変えていくという新しい想像力を、それを、今回は私自身は新しいファブリックを開発することで、一からファブリックを開発することで、それを生かしてデザインにするというところで表現しました。シルクと他のもの、こういう光沢を出すためには他のものも混ぜて一緒に、バナナティシャイムというブランドのデザイナーをしています、宮下奈々です。よろしくお願いします。曖昧な感情や儚い夢、憂鬱な朝、背伸びした少女の独り言や妄想に少しの毒を加え服として表現しました。ドラマチックでいつもより可愛く、そしていつまでも少女の心を忘れずに ときめいていてほしいという思いを込めて作っています。カトカのデザイナーの四季川原です。よろしくお願いいたします。今回のテーマはシナーザンエア、紙一重という意味でテーマを掲げています。ビジュアルを全て、デザイン出しをするときに全て白黒に反転させて、そこから出てくるアティチュードやシルエットや生地の流れをイメージしてディティールに落としていったり、シルエットに落としていったり、肌と、素材の間の空気の重みや光の入る量などを計算して、でそこから、いろんなシアノタイプっていう、今回は、青い、青と白の昔の18世紀の印刷方法なんですけど、それの、方法で今回のコレクションのブルーとなるシグネチャーのカラーを実験的に出してきました。コンストラクティブな構築されているドレープを表現したくて、このジャケットとかも最後ペッタンと畳めるように、自分たちの育っている環境とか友達とか家とか空気感をこう覆うようなイメージなので、そのイメージにつなげているつもりではあります。流星岡本のデザイナーの岡本流星です。よろしくお願いします。多様性が主張されている今、さまざまな文化が混在していて、カオスなという世の中でより独自なスタイルと自由な態度を持つパンクのテーマに加えました。今回、込めたメッセージとしては、映画の主題でもあるカーペディエム、その今を生きるっていうのが今回伝えたいメッセージで、それが、今だんだんと息苦しさを感じている世の中で、今を生きる素晴らしさだったり自由な態度を感じるものっていうものを提案するために、今回この服を作りました。一家に関しては自分が違う部分であって力というか、カーキのデザイナーの西村隆明です。本日はよろしくお願いいたします。メインとしてですね、要素として入れているのがベルリンの壁の崩壊っていうのが入っていて、ベルリンの壁の崩壊はその市民、西ベルリンと東ベルリンの市民の人たちがみんなで力を合わせて壁を壊すっていう意味合いなので、そういったコンセプトをメインとして置いています。なのでデザイン的にはコートとかの部分が取り外し可能になっていて、その壁を壊すようなイメージだったりとか、そういったものをディティールで取り込んでいます。
受賞した際にはニューヨークファッションウィーク公式ランウェイでのデビュー権利、そして制作サポート金10万円、あとは素材生産背景サポート、ウェブサイトの制作などのサポートが国内勢に関しては与えられるという形となっております。では改めまして選ばれた3ブランド第1ブランド目の発表です。発表します。1ブランド目はバナナ宮下さんです。拍手。発表します。2つ目のブランドは糸、竹中さん、伊藤さん、拍手。発表します。アジアファッションクエスト第7回グランプリ最終ブランドはハトさん、さらになります。はい、おめでとうございます。では改めましてこの3ブランドに対して表彰状の授与を行っていきたいと思います。前回と比べてすごく成長している姿が見られるという部分 で僕の方でも、もう昨今ブランドさんを選ぶバイングをするにあたって、ブランドさんの成長性っていうのは非常に、重要視して見ています。まあ多分、乙女心によって多分洋服どんどん変わっていくのかなって、思うんですけども、まあいい意味でね、それを洋服に落とし込むことが できるスキルっていうのをどんどん身につけていってほしいなというふうに、思っています。まあ、今後ね、課題とかもどんどん見つかるとは思うんですけども、まあ、柔軟にそこを、受け入れながら、進化を止めずに頑張っ てください。去年もその AFC 出て、で去年その村上さんにショーが終わった後の交流会で、なんか4人だったらいけてたみたいな言われて、ですごいそのギリギリで落ちたのがすごい悲しくて、でもうめっちゃ悔しくて号泣してて、で今年はなんか嬉し泣きがいいなって思ってたけど、でもショーできなくて、でショーできないの言われてすごい号泣して、でも取れてよかったです。自分の感想としては、まあ、分かりやすいコンセプトをミニマルに表現されているっていうような洋服のイメージだったので、実際日本の市場、まあ、海外の市場とまではちょっと僕自身は考えられなかったですけど、将来性というか先があるなというふうに感じましたので、選出させていただきました。本当に次のショーに向けてがまたもう一段階高いハードルになると思うんですけど、自分たちを信じて頑張っていただければなと思います。今回が初めての、コンテストで、本当はすごくファッションショーをしたくて、でも初めてファッションショーをするのですごく楽しみだったんですけど、まあ、バクでちょっとできなくて、正直みんなの見てて自信なかったんで、びっくりしてます。すいません、なんか皆さんの作品がとても完成度が高くて、いけると思ってなかったので正直びっくりしてます。ニューヨークのステージでも精一杯頑張ろうと思います。ありがとうございました。面白さがある中に、まあ、クリーンで表現されているっていうところが、まあ、今っぽいなと思ってすごく好きでした。であとはこれからニューヨークでショーされるにあたっては、まあ、その見せ方がいろいろ工夫できるっていうところで、まあ、どんな風になるのかなっていうのがすごく楽しみなコレクションでしたので、票を入れさせていただきました。頑張ってください。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ここまで一人で絶対来れなかったのでき
今日来てくださった皆さんと、あとずっと支えてくれてた4人で本当にありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。まあ特に選ばれた3つとかは思うところは、あの意図かなの2人が言ってたことは本当にその通りだというふうに思っていて、あのもうマーケット自体はすごく細分化した時代なので、本当にこう皆さんはこう自分自身のこう表現を突き詰めていい時代だというふうに思います。本当にこう自分自身をすごく純粋に出して、それに共感してもらうことで、あのビジネスっていうのが生まれて、その共感する人たちが徐々に増えていくであるとか、こう共感する人たちのロイヤリティがもっともっと深くなっていくことで、まあ、ビジネスって大きくなっていく世の中だというふうに思うので、皆さんにおいては本当に突き詰めていただければいいというふうに思うんですけれど、あの何をもってあのまずじゃあ共感してもらうのかっていうふうに言ったら、やっぱり最終的には本当に洋服の面構えだと思っていて、やっぱりこう純粋にこう洋服がまあ楽にかかっていたりとか、人が着ていた時に、あ、綺麗だな、いい洋服だなっていうふうに思ってもらえることで、初めて共感に向けてのこう第一歩を踏み出すことができるっていうふうに思うので、やっぱり本当に最終的な面構えってものすごく大事で、その意味においてやっぱり今回選ばれた3つっていうのは他の4つに比べるとそこが勝っていたのかなっていうふうに思います。なのでまあ両方追わなければいけないのでとても難しいとは思うんですけれども、自分を突き詰めつつ、一方でやっぱり一歩引いた時にどれだけそれがちゃんとした洋服、美しい洋服、あの袖を通してみたいなっていうふうに思える洋服になっているのかっていう双方をぜひ突き詰めていただきたいなというふうに思います。お疲れ様でした。